こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回はドキドキサクセスウィークのサクセスやっていきましょう。レイリー、モネ、国樹、オーダー、佐伯、ナッチと、これでやっていきたいと思います。で、お守りマネキーですね。行きましょう。すげえ久しぶりにやるな。結構マントルに最近はこもっているので、エビル、できるかな？多分大丈夫だと思いますけど、さすがに。結構やったんでね、エビルも。1、おー、ここ3やん。で、基本的にはやっぱりオーダートレイリーの、ボーナスですね。ここで経験点を取っていくような感じで考えています。でも、さすがにもうね、間に合うやろ。うん、評価はこれでいきましたね。コツをくれ、ラブパワー。で、マイビン2なので多分大丈夫だと思いますが。むしろ、激走されるのが怖いな。どうしよっかな。潰していきますか。で、序盤は本当に、こう、タクフィニッシュを狙うというよりは、ワンバン潰していって、まあ、空きスペースを作っていく形を考えています。そうやな。結構難しいですね。守備。吸い出した方がいいかな。技術精神。うん、ここ行こう。SG は行っていいや。うん、もうね、間に合いましたね。余裕でしたね。あとはダンジョンか。しっかりと吸い出していきたい。あとはいいやつをね、もうちょっと早くもらえると助かるんだが。おー、これは熱い。ちょっと国獣の評価をパッと上げちゃいたいですね。あとこそれもやったか。おほい、コツが、コツゼロなんだが。そしてダンジョン、マニアック怪しい感じですね、今のところ。誰もタックせんな。これ、招き猫、持ってきてるよね。そうだよね。全然入んないんだけど。大丈夫かな？タック入る気配ないけど。これちょっと早めにやっぱ、ナッチとか行きたいね。さよなら、どうしようかな。いやー、やっぱ突っ込むか。うん、誰かタックしてますね。ありがとう、佐伯。難しいとこですね。国樹は行ってると。じゃあ、ここにすっか。ここはパフェが良かったな。今んとこ何とも言えないな。うん、オーダー処理しちゃうか。ちょっとダンジョン間に合うか微妙だしね。
いいか。そろそろフィニッシュ狙いするか。で、両方あげましょう。体力的にも、まあ、30あげる必要ないんでね。まあ、かもなく不可もなくでしょう。そう、これ、取り直しとか諦めとかできないからね。お、1回目。やる気が下がっていく。守備とか、こう誰もいないとこ来たな。どっちも強いですけどね、どっちも両方入ってるんで。ここはうまくフィニッシュ決めたいけどな。うわぁ。決まらん。まずは、ここと。体力怪しい。早急プルヒかく乱。2回目。これあんまうまい運びじゃないかもね。ああ、なるほど。一回休みで OK と。で、ミートカスラあげましょう。いや、これ、本当フィニッシュしたいな。ね、ナッチ終わりましたと。よし、両方入ったね。まあ、こっちか。肩はまだチャンスあるしね。ダンジョンがやばい。肩。おぉ、いいね。これはダンジョンがなくなったとしても、だいぶいい感じやな。うん、これかなりありがたいですね、マジで。真剣に強いわ。ただ、ここは技術入んなかったのは痛いっていう感じですね。よし、3箇所。ほほほ。コツがないんだよな、そしてこいつほぼ。OK。それはありがたいよ。かなり。で、ダンジョン無理やろ。うん、いないっすもんね。ここはちょっとまあ迷うところですね。精神。勝った。メカニクスかな。メカ型。メカ型にしときますか。じゃ、技術を取りたい、とにかく。ま、休みかな。さすがに、あげていいやろ。一回休みましょう。うん、技術が欲しい、とにかく。これダンジョン間に合ってたら結構面白かったですね。筋力か。技術取らんとやばいぞ。さあ、モメちゃんお願いします。だから3人タック、4人タックもらえてるからな。うわー、大凶。
怪我。ちくさは痛い。それは痛い。それはだいぶ痛い。揺り戻しが。ちょっと今の痛いなぁ、マジか。精神もらっておきます。ここで丸狙ってったらすごいけどね。筋力で SG、始末しときたい感はあるな。まあ、守備天城広角打法でもいいか。守備いないしね。打撃はいいけど、守備はちょっと早めに。その通りだ。メンタルいきますか。一気に勢いが。うわー、どうしようかな。この肩のフィニッシュは小さくはないですね。か、まあ、ナッチ。いや、技術か。筋力終わってるしな。まあ、終わってるとこ行ってもしゃあないか。意外性、浪費。なるほど。これはもうなっていきます。で、告示が2回目ですね。点数は出てますが、ちょっとバランス怪しいな。強っ。言った会話めっちゃあったが。これ天才覚醒すんのかな。して技術がマジで足らん。技術取れないとマジで絶望的ですね。大成功、ありがとう。おお、3人ですね。うまいな。なんかもらえるのかな。盗塁か。冷静どうする。阿部ヒ死ぬほど欲しいよなこれ。取るか、レベル2だし。あ、そうか、怪我しにくさ、怪我しやすさ、だから、怪我率出んのか。ちょっと怖いっすね、正直。やめて。うわー、マジか。手厳しすぎやろ、さすがに。暁いる？まあ、行きますか。ちょ、メンタル行きたい、本当に。で、告示で乾燥しましたね。上げてあるから大丈夫だと思うけど。よし。うわぁ。それはきついな。なるほど、守備行きたかったよ。これはいいか。ちょっと怪我。チュンチュン来ないね。うわぁ。運がないぞ、これ。ダンジョンは入りましたと。
アウトコース。チャンス欲しいかな。パワーヒ取るか。いや、アウトコースはまだきついな。うん、技術まだちょっときついっすね。で、ここはもういいやついらないので、進めときましょう。いや、マジか。死ぬほどきついんだけど、さっきから。敏捷ですが、これ一応いけますね、と。フィニッシュはまあ、そこそこか。技術は足んないけど。5箇所は終わった。5回目。確かに回数はいってない感あるよな。ラブパーください。ね、ちょ、待って待って、ひどい。ひどいな、回数が。なあ、これやられるときついな、マジで。待って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 、落ち着け。と落ち着こうぜってぐらい来ますね。なるほど。うん、ようやくちょっとまともなのも入ってきたと。早急を抑えるか。入るもんがねえ。そろそろラブパで直してほしい、本当に。もうきつい。うわーうわー、はは。なるほど。どうしようかな。これ精神絶対なくなるよな。10回きつそうですね。まあ、おねでいいか。チャンス、パワー比。まあ、いらんか。独身術は成功はしてくれているので、まあ、あとは流れ次第か。A 止めっぽいな。じゃあ、敏捷たくさんっていうおかしな感じになってきてる。まだメカニクスしか取れてないのか。これ生放送とかでやりたいな。うん、それがあってそうだな、これは。はい。よし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 。うわ、だいぶ失速したな。6300出てるのはまあまあの方だと思いますが、ここで来るか。いや、これはまずは優先しよう。まずは優先しよう。
筋力と、あとは精神は入ってこないと。うおい、ちょ、もうほんとやめて。ほんとそろそろきつい。直しに行きたくないからな。あー、なんとかナッチで終われますね。すごいわ、臨床。臨床はけね。お、アベレージヒッター。そして、7回目なのか今。中はちょっときそうですね。メンタル。うわぁ、来ないか。50取って、シラス狙いに行こうか。うん、これならいけるかもしれないですね。ポイントバランス的にも欲しいし、まあ、20マイナスが来なきゃなんとかはなる。かもしれない。うん、カターでいいですね。6月の3週になったらダンジョンを使うの忘れないようにしないとね。肩で一撃だけど、これ休んだ方がいいか。通院する？ワンチャン通院してもいいな。どうしよう。ここどうせメンタルで取れるのが大したことないんで、オッケー。ここ行っといたらいけるかな。レイリーで取った方がいいのかな。まあ、旨味は絶対そうだな。レイリー、アベレージヒッター。一応2なのか。まあ。これは行こう。暁は別にいらんと。で、ダンジョン使います。で、デート行きましょう。うん、佐伯もまだ残っているんで、割と美味しいですね。ナイス。待った甲斐はあったっていうのと、ここを急いであげないとナッチ間に合わないですね。シラス300点でいけるか。広角打法欲しかったな。で、これ入れて、うん、大丈夫ですね。で、ミートか。ミートまあいけないことはないけどって感じか。おお、危な。選択肢間違えそうだった。よしよし、最近もちゃんといけそうですね。割とまとまってはいるんじゃないかな。パワー比がない感じかな。あ、取ってるわ。キャッチャーも行っていいと。コツの少なさやべえわ。少ねえ。あとやっぱ上り竜いけないのはかなり痛いですね。
モネ入れてると普通にくれるんだよね、骸骨。よっ。まあでもやって一回なのかな。ここは頑張っても戻ってくるのが SR ガチャ券なので、まあ一回ずつシナリオをやればいいのかなという感じはしますね。うわぁ、今更来るな。筋力。ありがとう。あと2回で暁は取れてないと。結構筋力あるなこれ。うん、いいですね。スノってやっぱ技術か。打球伸びとかもまだ。バースト取るか。お待たせ。エビ同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という。まあどうでしょうね。どんぐらいけんだろう。エビこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは藤谷。上り竜だけが欲しかった以上って感じだな。他はまあ一発勝負にしてはまあそれなりにいった方かなっていう感じはします。よし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 。あ、ちょやめて、それはマジやめて。広角打法もねえのかっていうか。シュート。よし、まずは勝つことが大事、それは大前提ですね。でちゃんと完走できましたと。臨床点足りてるよね。上限はいけるはず。で、しっかりとナッチも OK と。で、ちゃんとこれ使う。35ならいけるな。うん、大丈夫ですね。で、問題はミートカーソルだが。ちょっと諦めた方が良さそうかな。うん、技術取りましょうか。臨床入ってくるよな。もう90代だし大丈夫やな。ここは技術を取っていきましょう。左とか欲しいな。そうっすね、そんなに悪そうには見えないですけど、ちょっとなんとも言えないっすね。ツーアウトランナーなしという場面で藤谷投げた、打ちました、痛烈、いった、入った入った。エビリードで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で藤谷、アウトコース、外れてボール。第2球、よし。バックストレート、外れてボール。第3球を
とにかく技術が足らん。エビのリードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で藤谷、今日2打目を挙げています。でも敏捷をあんだけ稼いで逆に良かったのか。第3球をよく盆栽で足りたな。そうするとこいつは結構うまくいってるのかもしれない。よしよしと。どうする。まあここよりは多分入って見入りは大きいんじゃないかな。走塁とかこらえても困るっちゃ困るけど。16ですからね。で十分かな。守備職人は怪しすぎる。4番はいいやろ。これは勝てそうですね。しっかりと入ったそこそこ経験点でご了承はできそう。あとはミート上限をどうするか、ミートカーセルをどうするか。結構厳しいと思いますけどね、上げるの。宇宙先生か。チャンスまだなのか。まあ、もらえたら大きい。大きいのかな、これ。もらえたら、ただ、そうか。技術軽減になるわ。もうありがたいですね。まずこれで捨て、まあ、ここはいいでしょう。こことここはいいでしょう。普通にスイープ、ああなるほど、ちょうどいい感じかもしれない。割といろいろ。エビの追加点のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面で藤谷初球打って出た。試合ミスれない感はあるね。にゃははマジか、やってしまったな。スリーアウトチェンジ。エビル、エビルリードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面。むしろ同点に追いついてほしいわ。さあ次の投球、低めいっぱいストライク。第3球を投げました。低め際どいボール。さあ4球目、最低限っていう感じです。どれくらいいけるだろう。151オール、すげえね。ドラフト1位ですね。まあある程度やれることはやったかなと。3タック4タックが決まったのが大きかったですね。
8万2700か。で、最低限金徳は絶対振るやろ。ちょっとスイープは置いとくとして、これでひとまず一回振ってきたいと思います。少しお待ちください。はい、ということで振って戻ってまいりました。だいたいこんな感じですね。4上限いったのと、1、2、3、4、5、6、7、8、9段ぐらいですね。特能的には。さあ、行きましょう。スコア登録していいかな。多分同じシナリオは何回もやらないとは思うので。SS5 ですね。もうちょっとで6っていう感じでした。まあ、技術バランスが足りなくて、プルヒッターとかをどうしても取らされたり、タイヒダリーと打球伸びですね。この辺が足りないのと、あとはやはり上り竜がなかったのがまあきつかったかなという感じでしたね。はい。という感じでございました。皆さんはどんな感じのスコアだったり、デッキを組まれているでしょうか。まあ、基本的にはガチ育成のデッキをそのまま採用すればいいかなという感じはしますが、何かね、こう、新しいタイプのデッキでね、このうまく得点を取るような方法があれば、ぜひ教えていただけたら嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。